チェッリーニの教像、フィレンツェ・ヴェンベヌート・チェッリーニは、ルネサンス期イタリアの画家、金細工師、彫刻家、音楽家。本邦な自伝でも知られる。フィレンツェに生まれる。父は、メディチ家で、義士、音楽家として仕えていた。1515 15年から長金師に、弟子入りし1523年からローマで、長金の注文を受け負う。教皇クレメンス七世に仕えるが、 ボローニャピサでも修行を続ける。ミケランジェロの壁画などを模写し、その才能を修正崇拝していた。1527年カール5世のローマ侵略に、応じてサンタンジェロ城の防衛に参加し、1528年からミケランジェロとの交友が始まる。1535年フィレンツェでアレッサンドロ公による貨幣異形の注文に応え、4種制作。 教皇パウルス三世の不況をこむり、1538年から2年間、サンタンジェロ城に遊兵される。1540年から、フランス国王フランソワ一世に招かれて5年間、パリに滞在する。帰国後メディチ家の孤児も一世の庇護を受けるようになり、多くの彫刻、装飾の仕事を残している。65歳で、初めて結婚し、三次を残している。 ルネサンス後期マニエリスムの代表的な芸術家とされる。チェッリーニは58歳になって自助伝を書いている。1550年58年に発刊されたバザーリーの芸術家列伝に刺激を受けたのではないかと推測される。書き上げた後当時の文芸界のベネデット・バルキに実著の構成を求めているが、バルキは彼の会話体による純な文体は 削除や訂正をしない方が好ましいとし、手直しを断っている。13歳の筆記者に口述した、綴りや文法に肯定しない型破りの文体で、語られたのは、単なる一芸術家の奔放な生き方だけではなく16世紀、イタリア風俗の世紀あふれる序実であった。対抗改革後のイタリアでは出版されるあてがなく、18世紀になってガリレオ派の流れを組む。 百科全書派の学者、国旗によって壮行が発見され、1728年に交換された。40年後に、バレッティによって再刊された番で、フランス人にも知られるようになり、ルソーやスタンダールに熱烈に支持され、ベルリオーズは、オペラ、ベンベヌートチェッリーニを作曲している。ドイツでは1803年に、ゲーテが解説途中を添えてドイツ語訳を刊行し、 ブルクハルトをはじめとするルネサンス研究の先駆けをなした。ありがとうございます。